どうも信頼ありメンバーのバラマツです。今日は以前22卒として動画に出演していただいたのりちゃんという方に来ていただいております。で、今日は第一志望の大手メーカーに合格されたということで、合格までのストーリーについて聞いていこうと思います。まずは内定おめでとうございます。ありがとうございます。内定もらった後に話聞いた時に、信頼ありの動画から自己 PR での強みを丸々変えたっていう話を聞いたんですけど、うん、はい、変えました、うん、どういうきっかけで変えようってなったんですか？曽山さんと曽和さんにこうお話をしていただいたんですけども、その時にこう加藤さんの強みはそれだとちょっと違ったニュアンスで届いてしまうよっていうのを言われて、ちゃんと自分のいいと思ってる部分が届いてないんだなっていうところもあって、その時にこうお話しさせていただいたこう内容に変更したっていう形になります。最初の方は諦めずに何事もやりきる力がのりちゃんの強みですっていう風に主張した後に、なんか諏訪さんに、いやそれ多分嘘だよねって言われてるのがすごい印象的で、むしろ諦めがいい方なんじゃないっていう風に言われてたじゃないですか。はい、それって最初はどういう風に、自分の強みは諦めずに何事もやりきることだっていう風に決めたんですか？結構いろんなことにチャレンジすることが多くて、その時も結構やりきってきたんじゃないかなっていうのを思っていたので、うん、やりきるんだったら諦めずにって言った方がいいよなとか、そういうありきたりな気持ちで言いそうな言葉を結構並べてしまった結果、それに落ち着いていたっていうのがありました。自分の中であんまりその強み自体に違和感はなかったんですか？あんまりなかったなかったというか、そうやって表現したらニュアンス伝わってるかなって思い込んでいた部分があって、なんかそれを変えれた部分に対しては、諦めなかったからできたんだみたいな、それが要因でできるようになったんだって思ってた部分があったので、あんまりこう言われるまでは合ってると思い込んでいたっていうのがありました。前回の動画で自己 PR してくれたと思うんですが、それを、はい、皆さんに1分間でちょっとご覧いただこうと思います。私の強みとしては、諦めずに何事も前向きに最後までやりきることができるところです。今長期インターンをしておりまして、 IT 企業になるんですけれども、そこでインターン生の統括っていう役割を自分で作ったりとか、採用の離職率が当時私が入った時は 49% ぐらい平均で、それを 13% ほどに低下させたっていうところで、そこは成果があったかなと思っています。なぜやろうと思ったかっていうと、離職していく仲間たちの辞めていく理由として、悩みとかを言いにくいとか、マイナスのことを言いにくいっていうところがありまして、月1回のアンケート、ワンオンワン面談等を行うようにしまして、どういう意見があるのかとか、どういうところでつまずいているのかっていうところを改善することによって離職率が低下したかなと思っています。なので変革を起こすって結構大きくて大変なことだなっていうのはすごく実感したんですけども、根気よく小さいところから始めていくことで大きな変化につながるなというのを実感しました。諦めず最後までやるのが唯一のこの一番の強みでいいのかっていうのは、私は分かんないですよ。これで一番って感じしますよ、今の会話しててどうですか？やめていい理由はいっぱいあったと思うんですけど、うん、その可能性を見出せたっていう面では、組織を自分の色にカスタマイズしていくというか、うんうん、っていう面で変革を起こしながら長く続けるっていうところは良かった。今すごいいいキーワード出ましたね。可能性を見つける方が楽しい、こっちの方が強みかもしれない。もしかしたら最後までやる人たくさんいるんですけど、その中でもなんで最後まで残ったか、加藤さんの場合は可能性を見つけることが得意ですって言ってくれた方がもしかしたらいいかもしれない。他の学生と同じような言葉を使うようにせずに、できれば違う言葉で伝わるものを使った方がいいかもなっていうふうに思いました。でもこれ嘘だと思うんですよね。諦めずに前向きに取り組むっていう、まあ、社会的に望ましい言葉でよく使われる、うん、だと思うんですけど、多分ね、諦めがいい方なんじゃないか、うん、そう理系捨ててるし、理系をやめようと思ってる私がいるのに、諦めず最後までやるんですよ矛盾があるんですよ。だからこの言葉もやめた方がいい。だから結果長かっただけで継続力がある的なことなんじゃなくて、意味付け力とか、そう楽しみを見出す力とかですよね。旬ダイアリーの動画に出演した後がちょうど第一志望の最終プレゼンだったんですよね。ちょっと後ですね。その後にすぐ面接が1個あって、その後最終面接に進んだっていう感じでした。
今回はちょっと特別にその最終選考の時、新しい強みでをアピールした最終プレゼンを模擬みたいな形で再現していただこうと思いますので、ぜひ先ほど見た強みと今回新しく見直した強み、エピソードは同じなんですけど伝え方を変えて実際に合格できたっていう事例だと思うので、ぜひご覧ください。流れとしては自己紹介、強みの紹介、そしてその根拠となる出来事で、最後にその再現性についての、流れでお話ししたいと思います。私は現在、漢方の生薬の成分の研究をしております。今の大学院に入学した理由としては、小学生の頃からこう元気に長生きしたいっていうのがすごい根底にある部分があって、でそのためにはなんかこう人体の構造とか、機能とかそういうのを知ることによって長く生きれるんじゃないかみたいなところがあって、今の、学部に入学しました。目指すのは PPK って書いてるんですけど、これはピンピンコロリっていう意味で、なんかめちゃめちゃ元気に最後まで生きてて急にポクッと死ぬっていうのがこう私の目指すところであります。で、私の強みとして、紹介させていただくのが、可能性を見出して変化を楽しむ力があるっていうところです。その強みについての、エピソードを紹介できればと思います。私長期インターンを、やっていたんですけれども、その当時、インターン生がすごい回転率よく出ていってしまうというか、すぐ卒業していってしまうっていうのがすごく大きな問題でした。それを、私がこういろんな施策をしたことによって、3ヶ月ごとにこう見た時の、離職率っていうのが 13% まで落とすことができたっていうのが、私の強みを発揮できた出来事ではないかなと思います。でより、詳しく説明させていただくと、なぜしたのかっていうところでいくと、仲間の可能性を最大化したいっていうところがあって、この施策とかを行ったっていうのがあります。まずそもそも辞めていってしまった理由っていうのが、ネガティブな相談をしにくいというか、結構頑張っていこうっていうポジティブな声かけが多い会社だったので、ネガティブなことが起こった時に言いづらくって辞めてしまうとか、両立ができなくて辞めてしまうっていう人がすごく多かったです。なのでここに書いてあるような施策、ワンオンワン面談を行ったりだとか、定期的に、目標達成のための考えをしようっていうワークをしたりとかすることによって、みんなとのコミュニケーションをしっかり取るっていうところを行ったことによって、ネガティブな相談を比較的こう私にしてくれやすくなったりとか、あとは擁立できた先輩の話を聞いたりとかすることによって、対策を立てたりとかすることによって、離職率が、急激に低下したっていうのが、私が強みを発揮できたところだったかなと思っています。で他にも、可能性を見出して変化をこう楽しめたなっていうような部分でいくと、インスタグラムの運用をさせていただいたりとか、クラウドファンディング、あとは、小学校の頃から自由研究みたいなところで、何が変われる可能性のある部分なのかなっていうところを見つけて、その変化をしていく過程を楽しむっていうところが、できたエピソードだったのではないかなと思っています。以上、私の強みとして、可能性を生み出して変化を楽しむことができるっていうところが強みになります。ありがとうございますストーリーが一本でつながってるっていうのがめちゃくちゃ分かりやすかったっていうのと、確かにこのエピソードを聞くと、最後までやり遂げることよりも仲間の可能性を見出すっていうことが得意で、そのためにこういう施策をやって結果的に離職率が減ったっていうのがすごく分かりやすいなって思いました。前に絞って受けるのが大丈夫かみたいな相談もされてたじゃないですか。あのあと結局ソワさんとかには絞っていいよっていう風に、そういうスタイルだったら全然 OK っていう風に言われたじゃないですか。あれは結構しっくりきましたか。そうですね、闇雲に出してた時期もあったんですけど、出せば出すほどなぜかこうエネルギーがこう持っていかれてしまって、メンタル的にこう不安定になる部分とかもあったので、絞ってもその場合はいいよって言っていただけたことによって、自分の中で納得感があるとこだけ出していくというか、結構その後はメンタルのブレもなくこうトントントンと進めるかなと思います。私自身も就活やってた時に、まず広く見ないと視野が狭くなるっていうことへの不安があって、結構いっぱいバーって出しすぎて、結局どの企業も分析がちょっと浅くなったり、何に一番惹かれてるのかもわけわからなくなったりしちゃった過去があるので、過去のスタイルによって自分のその選考スタイルも変えれていいんだなっていうのはすごい思いました。のりちゃんの
方からここはなんか就活生に伝えたいみたいな学びになったポイントとかあったらぜひ伺いたいです。いろんな人にこう自分のプレゼンとかこう ES とかを見てもらうっていうのはやっぱすごい大事だなっていうのを思って、自分の中ではこう今までの人生を自分が全部見てるからこそこう点と点がつながって見えているっていう部分がすごいあるので、プツプツ切ってしまってそれを伝えてしまうというか、文脈がこうつながってないけど伝えたつもりになっているみたいなところがすごいあるんだなっていうのをやってみて思ったので、うん、就活生の皆さんにはこうぜひ自分のこう喋ってる状態とかをこういろんな人に見てもらって、果たしてそれがつながって聞こえてるのかとか、なんか納得感があって言ってるエピソードと本人の状態がマッチしてるように見えるのかとか、うん、なんかそういう部分をチェックしてもらえるとより自分らしいというか自分の良さが出たなんか伝え方ができるんじゃないかなと思います。ちなみに概要欄にのりちゃんが面接で気をつけるポイントをノートでまとめた記事を貼っておりますので、皆さんぜひ選考前に参考にしていただけたらと思います。せーの、じゃあな。旬ダイアリーと就活会議の公式 LINE では内定者が教える今月の動き方や面接で絶対聞かれる質問集をお届けしています。概要欄もぜひチェックしてみてください。